やっぱり、大木さん、はい、丹野健太なんですよ。うお、お二人、双子で、はい、FC 東京サポーターさんとフロンターレサポーターで、はい、2006年のアジスタの5-4で負けた試合。どうも、リエちゃんです。よろしくお願いします。今日はですね、第9節 FC 東京戦に来てるんですけれども、編集作戦にカッチュさんがいないので、僕今一人で撮ってます。立てて撮ってて、今目の前にですね、いろんなサポーターの人が歩いてて、ちょっと恥ずかしいですね。頑張って撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。ゾウで、今日ですね、まず10個行くって言った中の、まず一つ目のアウェーですね。飛び田球 FC 東京の、まあちょっと近いんですけれども、まず一つ目のアウェーというところで達成です。あと9個行ければ、ちょっとね、あのいろいろコロナ禍があるんで5個かな、ちょっとやっていきたいと思います。徒歩5分ぐらいですね、味の素スタジアムまではちょっと歩いていきたいと思います。見てください、スキヤがですね、 FC 東京カラーになってます。街を挙げてのですね、 FC 東京さんのスキヤになっております。いやー、めっちゃいい天気、わかります？すごいいい天気、めっちゃ綺麗じゃん。ちょっとお見せします。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。なにこれ、めちゃくちゃ綺麗。あ、こりゃ綺麗だわ、すごい。ほら、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これだけど、こうやって撮ってるってことは J リーグウォーキングカウントになってないのかな。ショック。ちょっとアウェーだからね、今季初のアウェー、カッチュのいないアウェー、普通に寂しい。仲間いっぱいいるんですけど、なんか寂しいですね。で、この階段登ったらもう着きますよ。階段の横ですね、こっちに行くとエレベーターがあります。来ました、青若パークです。この、肉弁当がおすすめってことなんで、ちょっと行ってみたいと思います。肉弁当どこでしょう。肉弁当探しが、唐揚げ、唐揚げはあったけど、肉山、ここかも。肉山、ここって肉弁当ですか。肉山で肉弁当ありますか。ありがとうございます。あ、予約しなきゃダメなんですか。あ、肉山さんはですね、並んでないと思って、おすげえと思ったら、やっぱり事前販売のみでしたね。残念。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今日お二人はどんなご関係なんですか。兄弟で。兄弟、お、やっぱりだから似てると思ったんですよね、俺。え、お二人双子で、はい、FC 東京サポーターさんとフロンタレサポーターで、はい、そうなんですね、はい、すごい。 FC 東京の魅力って何かありますか。ケンタサッカー、はいはいはい、速攻、はい、やっぱりサポーターの一体感は、はい、おー、ありますよね。好きな推しの選手みたいないらっしゃいます。来たー、森重選手ですね。今日はボランチですかね、それともディフェンスに。いや、そうですよね、渡辺選手が前回退場してしまったので。そうですよね、今日はだいぶ森重選手頭も強いですからね。はい、セットプレーでのゴールに。今日はな、予想的には何対何ぐらい。3対2です。あー、取り合いですね。最後の最後で森重、あ、選手、あのなんかアディショナルタイムみたいな。はい、あー、ありそう。なぜフロンターレが。フロンターレ、宮城とイベントもいろいろあります。はいはいはい、育成がうまいんです。はいはいはい、今年推しの選手は来ました、谷口翔吾選手ですね。いや、欠かせないセンターバックです。あー、間違いないですね。間違いない。もう日本代表するぐらいの選手ですよね、やっぱりね。そうですね。今日は予想スコアどうでしょう。3-2。お、3-2で、三笘のサヨナラゴール。お、まあ、3対2か3対2か5-0ということで、はい、本当出演していただきましてありがとうございました。どうも。じゃあ最後ポチャフローって終わってもらっていいですか。はい、いいですか。せーの、ポチャフロー。ありがとうございました。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。勝ちましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。すげえ優しい。双子なんだ。すげえ似てると思ったんですよ。
どうもよろしくお願いします。こんにちは。なんと有馬中学校、あ、違いますよ、あ、有馬中学校出身の後輩が来てくれまして、どうもよろしくお願いします。お願いします。ゆうちゃんと申します。な、おいくつなんですか？26歳。25です。25歳、26歳。はい。あ、でも全然被ってない感じですね。俺38なんですよ。すいません。ってことは大先輩ってことです。あ、すいません。よろしくお願いします。ちょ、フロンターレのサポーター歴的にはもう全然ですよ。先輩です。大先輩です。何年ぐらいですか？4歳から。4歳から。ってことはもう22年。そうですね。大先輩。いや、長。いや、そしたら俺より先輩です。すいません。先輩すいません。先輩すいません。何年ぐらいですか？僕はでも全然ですね。5年ぐらいです。あ、5年ぐらい。あ、じゃあ僕一緒ぐらいです。今どっかの団体に属していらっしゃるんですか？はい。あ、じゃあそこ。いいですか？いい。川崎シティボーイズです。あ、川崎シティ。有名な。有名です。有名でしょ。知ってるでしょ。こう見てる人は。シティボって言います。シティボ。通称ね。通称シティボ。我々は KCB って呼んでるんですけど、周りからはシティボって呼んでる。そうなんですね。はい、じゃあフロンターレを4歳から好きになったきっかけって、親の影響ですね。親の影響、はい、やっぱそっか。4歳で自分から。そうね、パパフロンターレ言わないもんね。ちなみになぜフロンターレを？友達の影響で、はいはい、なんかついてきてみたいな感じです。へえ、どういうところに魅力感じました？フロンターレどういうところに、はい、なんか堅固ですね。あ、友達は堅固好きで。堅固ですよね、やっぱね。そこから好きになってみる。はい。ちょ、今年の推しの選手やっぱり、お、来た、はい、丹野健太なんですよ。うおー、来てるね。はい、来てますよね。今めちゃめちゃ来てるじゃない。はい、はい、あの安定感、安定感は分かんないですけど、うん、分かんない。僕はあのやっぱり丹野がセカンドキーパーだったから好きだったんですよ、うん、そうなんだ。はい、やっぱ彼がいてくれることが好きだったのに、うん、確かに。ちょ、最近は頑張ってくれてる。いや、めちゃめちゃ頑張ってますよね。はい、結構もう安定してて、今ね、2試合連続無失点と。そうです、防御率0点。防御0点というね。0点台、すごいですよね。はい、はい、すごい。丹野選手、おー、はい、初めて来ました。嬉しい、嬉しいです。いや、僕もね、丹野って見てましたから。やっぱやべっちのね。そうです。で、ジッチでやっぱり丹野選手がいなきゃね、はい、盛り上がらなかったら。可愛いんで。可愛いです。はい、ちなみに薫来たー、やっぱね、アリ中の後輩ね。あ、え、被ってた？被ってはないです。同じ色ってこと？三個、三学年差ってこと？俺青学年。俺も青学年。マジ？マジ？マジやべえな。青学年。青学年。じゃあ上げれたね、いろいろとね。青学年。やっぱ三笘薫。薫ですね。どういうところをやっぱり応援します？え、変わってるところ、変わってるところじゃないですか。変わってるところ、変わってるとこ、変わってるところ、はい、じゃあその変わってるところって、変わってるところって言われてるんだ。はい、いいっすね。変わるなんで、ちょっと使おうかな、それ。いいっすよ、やっぱドリブル始めたら変わってるとこ、変わってるな。これバズりますかね。いや、これバズったら丹野ちょっと持つ。はい、面白い。あれです。ちなみに今日予想スコアなんて聞いてもいいですか？でも丹野がね、出てくるんで、うん、やっぱ 2-0 ぐらいで。あ、 2-0、 あ、はい、まあ、声で守ってくれるんで。確かに、めちゃくちゃね、前回ダイヤ、ダイヤでしたっけ？あ、言ってました。ちょっと、ちょっとめちゃくちゃ、あの最後のフリーキックから、はい、突然の、はい、ダイヤ、ダイヤってめちゃくちゃ言われてましたね。言ってたでしょ。そうそう。ちなみに今日は何対4-0ぐらいいっちゃう？おー、まあ、前回ね、そう、4-0ですもんね。4-0、5-0。ああ、いいですね。点取れるだけ取って、はい、ゼロで抑えると、はい、いうので。ちなみにシティボーイズさんってどういう風な活動されてるんですか？横断幕とかで、ゲートとかに貼って、やっぱまあ、雰囲気を作っていく。間違い、あれいつも貼ってるんですか？そうです。朝来て、はい、あれは先に入って。そうですね。ああ、すっげー、超大変でしょ？でも楽しいですよ。楽しい？はい。新しい選手が入ってきたらまた作るってことですか？いや、選手幕はない、ないっていうか、そうですね。横断幕、あ、じゃ、選手幕じゃなくて横断幕。壁のとこに、ゴール裏の壁のとこにいつも貼ってるんですよ、俺ら。貼ってるよね。はい、え、名前とか貼ってるやつ。あそこは、なんかシップ時代に書いてある。あー、貼ってる。はいはいはい。をやってます。うわー、あれか。はい、見てます。はい。見てる。
見てる。もしかしたらチラーンと映るかもしれないけど、それは。映してくださいね。映して、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 映してください、カッチャさん。ありがとうございます。もしよかったらよろしくお願いします。もう一回よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、よかったです。いや、もちろん出てくれてありがとうございます。寂しか、めっちゃ寂しかった、一人で。せーの、ポチャフロー。ありがとうございました。マムチーニョ。マムチーニョ。いや、マジありがとうございました。いや、超嬉しいわ。ちょっと、香ってんね。香ります。香ってんじゃん、すごい。3の本当、ありがとうございました。今日よろしくお願いします。またごめんね。ありがとうございました。やっぱ持つべきものは後輩っすよね。あー、間違いない。いや、よかった、これでね、2組取れたんで、今日もう完璧。あげてくれる。間違いない。もしかしたらあれかもしれない。サムネイル撮るかもしれない。やつあるやろ。うん。あの、あいつがやる。あいつがちょっとやべ。カッチョさんがやられます。編集スタッフか、どっち。どうもよろしくお願いします。こんにちは。お願いします。めいちゃんと、めいちゃんのパパです。はい、初めて出てくれましたね。そうですね、そうか。前は声だけでした、ね。そう。見てください、イケメンのパパと、美人の売り子さんですよ。今日お二人で来られたんですか。うん、今日バイクで来ました。あら素敵。めっちゃ仲いいっすよね。仲いい秘訣ってあります？パパのことをずっと好きな。フロンターレ通して一緒に試合行ったり連れてってくれるので、うん、それは他の家族とは違った、まあ、仲の良さの確かに秘訣的なのはあると思います。パパしかもめっちゃかっこいいっすよ。よく言われてますよ。よく言われてる。お小遣い増やした。やったー。今日でお小遣い増えました、めいちゃんです。やった。ちなみにお父さんは、はい、あのフロンターレを好きになったきっかけがあれですよね、お姉ちゃんが。あ、そうですね、上の、まあ、姉が、はい、まあ、今ちょっと仕事で大阪行ってる。はいはい。あ、大阪に行かれてるんですか。今年から入って今研修やってるんですけど。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。で、小学校の、はい、小学校で配ってたなんか招待券みたいな。ほう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 。それで家族で行ったのが最初でしたね。だから上の子が小学校2年生で、この子は多分幼稚園の年中ぐらい。すごい。で、うん、その当時おいくつだったんですか、お父さん。36、5、6とか。ほう。そっからでサッカーとかやられてたわけ。いや、全然やってないですよ。あの授業の体育しか。そっからフロンターレにハマるっていうのもすごいですよ。なんかきっかけはあったんですか。 そこフロンターレ見に来て、はい、きっかけというか、まあ、まあその、はい、来たのはそれが最初だったんですが、はい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 、多分あれからその後2試合目ぐらいが多分ここでやった2006年のアジスタの、ほう、あの 5-4 で負けた試合、ほう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 、だったと思うんです。はい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 。でそれを見て、まあ、前半、はい、川崎強いな、やっぱりいいなと思ってたら、はい、あっという間にロスタイムで追いつかれて逆転されて、あ、これはもう我々家族が応援しないといけないなと使命感に燃えて。そっからそっからですね。素敵ですね。もう川崎愛が強いですね。あ、そうですね、川崎はね、やっぱり地元ですしね。そうですよ ね。ずっとお父さんは川崎。そうですね、はい、子供の頃から。いい街ですね。いい街ですね。それこそお近くです。あ、宮前区です。あ、僕高津区なんで。あ、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。で、あ、今売り子さんってあれじゃないですか、はい、やってないじゃないですか。うん、どうさ、他のバイトされたりしてるんですか。行って大丈夫だったら。はい、全然。あの、自動車事故受付のコールセンターのバイトやってます。お、そうなんですか。うん、素敵。やってます。じゃあまだ売り子まだできないですもんね。うん、もう今年どうすかね。うん、多分できないのかなって今年も思ってます。ちょっと寂しいですよね、売り子さんいないと。やりたいですね。やりたいですか、やっぱもうね。最後に早くコロナ収束してね、やってほしいなっていうふうに思います。もうよかった。なんか俺普通に友達と話してる感じですよ。すいません、本当に。いえいえ、頑張ってください。あれ、今日のちょ予想スコアなんて聞いてもいいですかね。え、 2-0 でフロンターレ。 2-0 フロンターレ。はい。 3-1 ですかね。 3-1 でフロンターレ。ありがとうございます。ちなみに推してる選手は田中碧で、おかわりないですか。変わんないです。変わんない。最近めっちゃ活躍してますね。本当そうですよね。めいちゃんが応援してるからかな。やったそんなことない。、ね、最近めちゃくちゃ、ね、代表でも活躍してるし、ね、ちょっとなんかあんまり宣伝、みんな知り渡っちゃうとね、ヨーロッパからなんか、ね、声がかかっちゃうような。すぐ行っちゃうと思う。嬉しいような寂しいような。そうですね、そうですよね。本当にすいません、長々と。ありがとうございました。ま、最後ポチャフローって言って終わってもらっていいですか。はい、せーの、ポチャフロー。
ありがとうございました。ありがとうございます。これシールってあげましたっけ？あ、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、よかった。いやいやいや、よかったです。最後で、めいちゃんとめいちゃんのパパが出てくれて。で、今日は応援しようかなと。すごい。皆さん、優しかった今日。このポチャフル始めてから出会った人ばかりだったんですけれども、声かけてくださって出てくださったんで、すごい楽しい映画撮れたかなというふうに思います。それでは足元スタジアムの方に行ってみたいと思います。最後にいいねボタンですねお願いします。